こんばんは。なんか今日ツインテールじゃないや、三つ編みしてるからなんかリボンつけようかな。ありがとう、可愛いって言ってくれて嬉しいです。アイスありがとうございます。じゃあ今日はリボンをつけます。いやちょっとでかくて変かもしれないのでやっぱりやめます。こんばんは。下関ではでもお刺身系海鮮系が有名なんですよね。リボン可愛かった？じゃあちっちゃいリボンつけようかな。ちょっとなんかやっぱぬいぐるみよけよう。ちょっと待ってください。これをですね、ウサギが出てくるんですよ。ウサギが2体こんばんは。アイスありがとう、矢島さんありがとう、カンさん、ユニバースさん、まえちゃん、 XO さん、たけしさんありがとうございます。豊中のひろさん、カノルリさん、ハルさん、ヘロさん、アイスレモンさん、今日の僕はウソさん、チャンポンさん、キリンジさん、スーくん、ペンさんありがとうございます。くんさんありがとう。アイスありがアイス、なんか暗い気がする、気のせいか。ゆいなちゃんがアイス達成してほしいって言ってたよ。どういうこと？ちょっと詳しく聞かせてもらってもいい？詳しく聞かせてもらってもいい？今日は白、え、確かに今日はそう、白なんですよ。ここにログが入って、マグロ、今日は何してたんですかっていう、今日は何してたか X 見てみてください。アイスは3種類だったらチョコミントが好きかな。でもバニラも好き。今日の髪型かわいい、嬉しい、ありがとうさん。じゃあリボンつけよう。
こにつける。だいたいここにつけるんですよ、リボンって。たたたたた、引っかかってしまった。山口のイベント来てること知らずにビルの前歩いた。そうなの？びっくり。そこの会場で知ってました。お寿司バイキングとかあるの？僕隊でもやってほしい髪型。これ三つ編みあんまりやらないです。お台場のフェスの時に一回やってからやってないです。下関は初めて。家にクレーンゲーム設置したの？すごいな。すごいな。どういうこと？ゆうなちゃんが達成して、ゆうなんショールーム始まったから達成してほしい。アイス？キャンペーンのことかな。じゃあキャンペーン達成したいです。頑張ります、頑張りますとか言っても、その私が配信しないとみんなも来てこれないから。これ私が強制あたりにするので待っててください。アイス嬉しいよ。オレンジ？私もそう感じる。オイライト。なんかちょっと暗く感じる今日。なんでだろう。ゆなちゃんは光り輝いている。嬉しい。くもはアイスありがとう。カミリアケイさんアイスありがとう。のりさんアイスありがとう。リフレインさん、テンさん、オノピーさん、もちさん、あおあおさん、サイズさん、コーヒーさん、負け犬さん、しんいちさんありがとうございます。ロキチさんありがとう。たくさん 3.75 さん、ラップーさん、バーバブさん、タイピーエンさん、中村道弘さんありがとう。くもは外れだけど私が当たり、ありがとう。お話し会再販始まってるの？本当に？本当に？今日はアイスは食べてないな。だからアイス食べなきゃ。アイス食べようかな。じゃあ今から夜食べたので。いちご、いちご久しぶりに見たかも。藤翔さんありがとう。当たり、ゆなんは当たりにします。ありがとう藤翔さん、ありがとう。ファミリア系さんたくさんありがとう。アイス、安部さんアイスありがとう。えらいねって夜ご飯食べて褒められた。嬉しい。今日も可愛すぎて好きになりそう。カッコなってる。嬉しい。目元はねメイクしてる。今日あんまり、今日ラメつけてないからラメつけちゃおう。これは松本桃奈にしました。高猫さん、高根のなでしこさんの松本桃奈ちゃん、松本桃奈さんがモデルしてたラメつける。通販でコスメ買った。キラキラした。
今日は山口出身メンバー、山口出身メンバーの方は全員いらっしゃいました。いちごのアイスは嫌い。え、好き。アイスがあっていちごアイスは選ばないかも。いちごのアイスはもうあのあるやん、あの3つさ、星とかハートとかあの丸とかあるちっちゃい、ちっちゃいアイスのやつみたいな、わかるかな。あれのいちごはめっちゃ好き。バニラ、あの丸はバニラで星がチョコでハートがいちごみたいな感じのアイスがあるじゃないですか、一口。あれのいちごはめっちゃ好き。再販って本当の話？本当のお話なの？だったらみんな会いに来て。いとしさん、カメリアケイさん、ナスモさん、カズウイさん、ユニバースさん、アイスありがとう。タイピエンさんありがとう。バーバブさんありがとうございます。スーパーカップのイコラブさんの、いや、イコラブさん付け、イコラブさん付けしてるファンの方が、イコラブさんのスーパーカップの CM は見ました。あのミュージック、イコラブさんのミュージックビデオを見ようとした時に、そ CM で流れました。おピノじゃないんですね。山口、広島、岡山メンバーでしたね。ね、幅広いです。今お食事中、あ、お食事の、お食事中に見てるの？いいやん。一緒に、一緒にご飯。10月27日は頑張ります。皆さんですから、あのここに行こうって思ってた日はお早めにぜひ。これちょっと気になるな、ここのボコってなってる。どうやったら治るのこれ。もういいやもういいや。あ、メール来た。そう、さっきメール送ったんですよ。ちなみに今回が広島直接お話から受付最後。みんな、みんな来てほしい。広島の、じゃあテロップ変わよ、テロップ変えちゃおう。今日メール早いね。そう、撮ってくれてるの嬉しい。え、ちょっとほんまに広島の縁日ブースはほんまに来てほしいです。あのもう豪華グッズです。1日目がと2日目どっちも、あの本当に、あ、来てよかったってなると思うから来てほしい。本当に追加しました、嬉しい。何しようとしたんだったっけ私、今忘れちゃった。なんで今さらキュンとしなかった。皆さんぜひ X フォローしてください。ちょっとテロップ変えよう。じゃあテロップ変えちゃおう。そう、テロップを変えようとしたんだった。と、縁日レーンはもう本当に私が、
私が何ですか。え、ちょっとなんか今日なんかアクセサリー持ってきますね。なんかちょっと寂しい。ちょっとすぐ一瞬で帰ってくる。一瞬で帰ってきます。じゃあリボンにしようかな。じゃあピンクで。やっぱりきょうはメイクをしているので豪華景品です。私がいっぱい考えた。やっぱリボンつけることにした。ほらこっちの方がいいです。なんかちょっと派手。ダメ。黒にしよう。黒ならいいでしょ。黒にします。そう、自分に厳しい。早く会いたくて。私もみんなに早く会いたい。適当に言ってるんじゃなくて結構ガチで本当にお話ししたいです、皆さんと。この前のオンラインお話し会も本当に楽しかった。本当に楽しくて秒で終わりましたね。もうオンラインお話し会大好き。お話し会大好き。もう本当に楽しい。結構好きです。うわー、夢ってすごいいっぱい。ちょっと待って。ここすごい。もう今これやばいぐらい今。ちょっとこれまたメールで送っちゃおうかな。もうチョコミントが渋滞してた。カムイリアケイさん、たくさんありがとう。チョコミントアイス。ジャックさん、ありがとう。チョコミントアイス。ユニバースさん、ありがとう。スーさん、 XO さん、ヨシ君、ありがとうございます。広島がリアルで会えるのが最初で最後かもしれない。なんで？そんな寂しいこと言わないでよ。明日夜行バス乗って広島向かうよ。お、僕隊公演ですか？お話し会がマウントも全部含めてね。みんなが話してくれることも楽しいし、私から話すのも楽しいし、全部楽しい。チョコミントが渋滞してる。ありがとう。アイス食べたいな。アイス食べたい。あるかな家に。一個あった気がするんだよね。いや、一個以上ある。私はクッキーが挟まってるアイスが好き。昨日はバニラアイス。私は今バニラアイスの気分だから嬉しい。編成者さん、ありがとう。ハズレじゃないよ。大当たりにしとく。当たりありがとう。ユナの圧があったらまたリアルで会えるかもしれません。会いに来てよ。またじゃあ圧かけとこう。リアルで会いに来てくれたらみんなに圧をかける。アイスイベントのせいでチョコミントアイスを食べたくなって食ってしまった。今食べてるの？チョコミントは今家にないな。私のチョコミント好き。チョコミントは好きです。ちょっとそう、マカランドのねチョコミントあれ食べたよ。ちょっとネックレスしてみよう。今日はメイクをしているからこれでお出かけしたみたいになった。いや、特別会員で嬉しいです。メイクさんに髪の毛をやっていただいたので可愛くなりました。髪が、かっこ髪が。
知覚過敏じゃないです。でも知覚過敏です、たまにね。今そんな知覚過敏じゃないかも。マクドナルドのあの期間限定のチョコミントは食べました。あのいちごとかヒータンとか結構3期みんなで食べに行った。いちご、いちごじゃないや、チョコミントだった。チョコミント食べに行きましたよ、みんなで。そう、発売の日に食べに行きたいって言って。ユナのやつは優しい、嬉しいな、嬉しいな。チョコはいらんがミントが欲しい。でもチョコミントのミントだけだったらちょっときついかもしれん。私は歯磨き粉なの？でも歯磨き粉っていいよね。今日はね、サッチーとヒータンとチョコミントの話をした。チョコミント好きなの？って言って。でも3期は意外とチョコミント好きな子ばっかりかも。ヒータンと同じスーパーカップのキャラメルとチョコチップね。ああ、私も食べたよ。キャラメルじゃなくない？カフェオレかな？カフェオレチョコチップみたいなやつでしょ。ネックレスか、嬉しい。島市さん、ユニバースさん、ジョンドーさん、ドゥイタキシさん、かわいい、嬉しい。ミントティーはちょっとティー、私ティーあんまりなんだよね。ティー系、ティー系あんまり飲めない。研究生の一体感すごいね。そうなんよ。この前じゃない、昨日レッスン終わりにノアピさんとリオさんとあと研究3期何人かでご飯に行ってきました。関脇のグッパした関脇のグッパしたんだけど、グッパしたんだけど、私のグー組はいちごとゆいなとひーたんと私で、結局3期だけのご飯みたいになっちゃったけど、まあでも結局みんなで食べたんだけど、その席の並び的にはそこは3期が固まっててちょっと面白かった。いつかのメールでチョコミントあったの。そう、送ったよ。マクドナルドのチョコミント食べたんだって、メール取ってくれてるっていうことが伝わって私は嬉しい。言い直しになれてよかったです、嬉しい。でも夏はアイスだけで生きていけそうだよね、普通に。お寿司何皿ぐらい食べる？お寿司何皿ぐらい食べるやろ。でも私お寿司、あのお刺身が食べないから、食べないっていうか、あのあんまり食べれない。お刺身食べないし、海鮮もあんまりだから、お寿司っていうよりサイドメニューとかデザート食べてるか、ポテトとか、あとうどんとか味噌汁とか。絶対青さの味噌汁飲むんですよ、お寿司に行ったら。青さのお味噌汁と大学芋は絶対に食べるっていう決まりがある。でも何が好きだろう、あのサラダとか好き、あのサラダ巻きが好きかな。サラダ巻き、卵とかハンバーグとかポテトとか。そうだから、お寿司何皿食べるって言われたら難しいよね。なんかそのな、なんかお寿司じゃなくてサイドメニューって感じ。めっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとう。2000冊最近見た？見てないかも。持ってる。お刺身、
ゆうなんとお寿司行っても安く済みそう。え、でもね、カニは好きなんよ。カニは好きなんよ。カニの茹でたカニ、茹でガニ、カニは好きだから一生カニ食べてる。リオさんと似てる、海鮮がダメなの。え、リオさんも？そうなんだ。アオサの天ぷらって、そんなのがあるんだ。それは見たことないかも。え、でも城に行ったらあのかぼちゃの天ぷらがあるんだけど、あれは絶対に食べる。かぼちゃの天ぷらめっちゃ美味しい。草刈木さんアイスありがとう。秋奥さんアイス、未来地かわいいありがとう。雪だるまんさん、ひろさんアイスありがとう。カニカンは好きだね。エビは、エビはちょっと、あのイモースって見てくれたら分かる。なんか1年前ぐらいにあのリオさんとシミサラさんとあの私で山、あ、それも山口県だ、山口県であのエビ狩り世界大会みたいなのを番組でやらせていただいて、それでエビ最後に食べるシーンがあったと思うんですけど、結局食べなかったっていう。でも自分がね、自分がさあのゲットした、自分が手づかみ してあの捕まえたエビだから、あの愛着が湧いて食べれなかったっていうことにしておきます。懐かしいでしょ、エビの女みたいになった。そう、 BBQ したんですよ最後に。でもお弁当のチキン南蛮カレーが一番美味しかった。ここだけの話。ここだけの話。でも車エビってあの高いらしいです。そう、おにぎりとか食べて、そうだから、なんかエビが苦手だから選ばれたのかなっていうのも、あ、なんか最初になんかやりとりがあるじゃないですか、それカメラマンさんとの。エビは嫌いってお聞きしたんですけどみたいな感じで言われた。イモーステレビさん楽しいです。子供が頼みそうなメニュー、そう、私は回転寿司に行ったらあの子供が頼みそうなメニューばっかり頼んでる。俺も生魚ダメだから分かる。分かるよね、多分生魚 NG 界隈。 NG じゃないけど、焼いたら大好きなんだけど、あのさ、鮭とか私めっちゃ好き。鮭、今日だって鮭のおにぎり食べたもん。今日鮭のおにぎり食べた。それぐらい好きなぐらい魚は好きなんだけど、生じゃあったら焼いてほしいな。サンマとか青魚めっちゃ好きなんよね。赤魚、青魚、黄魚。黄魚、あ、赤魚、青魚、黄魚。赤魚、青魚が好きです。サイドメニューのラーメンも食べる。寿司ラーメン新札ゲットした。結構ってなったけど、新札だったんだった。そう、その時ひーちゃんとひーたんと一緒にいたんだけど、自慢した、見て新札ゲットしたって言って自慢してみた。そしたらひーたんに祝われそうになったんだけど、おもろかった。奪われませんでしたよ。じゃあのネタですよ。カニは別、カニは別なんだよ。下関では何も食べてないです。アボカド、そう、聞いてほしいのがある。アボカド話1個ちょっと後でね。回らないお寿司に行ったらゆうなん海鮮が好きになりそう。美味しいの？美味しいよね。カッパ巻き、あ、カッパ巻きね、カッパ巻き。カッパ巻きは弟が好きですね、私の。西太郎さんアイスありがとう。
カニと天ぷら合うところを探しますね。よろしくお願いします。カニカマがカニでできてないと知った時はショックだった。私もショックではないかな。でも魚からできてるんだよね、すり身。嬉しい、ほらありがとう。りんこさんも回転寿司で大食いチャレンジしたな。え、あれ YouTube に上がってるよね、見た。ゆなが可愛いって言って素直に受け取ってくれるの素敵素敵。もうそのカレーの話も時効ですか、どういうことだ。え、イクラも昔、え、私昔はエビとかイクラとかこんにゃくとか大好きだったんだけど、なんか途中でダメになった。なんかエビに関してはなんか食べ過ぎて嫌いになったかな。昔甘エビとか食べてたのに。濱家豪子さん、アイスありがとう。牡蠣苦手なりんこさんが何回も牡蠣仕事を敷いたようなもんだね。ねえ、牡蠣フライソフト持ってた気がする。今日のおにぎりは悩まなかった。今日は一択で鮭おにぎりだった。カジャみたいに言うなん、言うなん、言うなんってことだよね。そんなこと言うなん。わさび大福さんありがとう。わさび大福辛そう。僕はお寿司屋に行ったら最初は卵からって決めてます。私もね、この前卵頼もうと思ったんだけど、オムライスお寿司みたいなのがあって、卵にしようと思ったけどオムライスにしたんだよね。オムレツかな。新札まだ見れてない。え、それな、あんまりまだ見ないよね。ヒーヒーというのはよくいるイメージ。最近でもよく話してるかも。お金にシビア。カッパ巻き食べたら損した気分になる。ちょっとだけ分からんこともない、分からないこともない、ちょっと分かる。でも私もカッパ巻きは進んででも注文しないかもしれない。分かる、言いたいことは分かるよ。バスバスガバスガバス一生言えない。バスバカバカ一生言えん。バスガス爆発、バスバスガバス言えないよ。木村でお魚のお仕事が来たらどうする。ピンチだね。お魚のお仕事はもうやりました。もうあのハマチこうやって CM でやってますから、ぜひ見てください。でもお魚のお仕事来たら全然 NG は NG じゃないです。私は食べます。ヒューナン魚さばけませんね。おじいちゃんがさばけますね。今日フグたくさんあった。2期生さんのやったお寿司企画、あれ3期バージョンやりたいです。もうあれめちゃくちゃ楽しそうだった。私もあれはもうさすがにリンゴ3枠だなって思いました。自分で、あのオスさんの2期生さんがイモステレビでやってたやつ。誰が食べるだろうね、お寿司一番。でも本気出し、誰だろう。でもユイナとか結構食べそうなイメージある。なんかこの前一緒にお寿司行ったんだけど、でもそんな食べてるイメージはないけど、本気出したらやばそう。ゆいなは、ゆいなかな。でもみーぽんも結構食べれるイメージある。
カブトガニ。リンコさん、わさびはいける。ひなせ、回転寿司はどこの回転寿司が好き。白スシローとはま寿司とくら寿司だったっけ。楽しいのはくら寿司で、あのお皿とか入れれるから。でもあのポテトとか、あのサイドメニューポテトとかが好きなのはあのはま寿司なんですよ。でもあのサイドメニューとか、あのかぼちゃの天ぷらとか、なんかデザートとかはスシローが好き。だからどこでもいい。あ、うん、でもくら寿司のオニオンリングも美味しかった。どこでもいいです。オムライスめっちゃ好き。私もめっちゃ好き。お寿司屋でバイトしたことあった。私の友達もねお寿司屋さんでバイトしてたんだ。楽しいって言ってた。ゆなは誰とでも仲いいからほんとすごい。そうやって言ってくれるの嬉しい。みんなと話してる。東さん、アイさんありがとう。お疲れ。ライさんありがとう。草刈り機さんありがとう。オノピーさん、しんいちさんありがとう。アイス嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。ゆうなんが早く診察にならないかなって思ってます。まあ、可能性はゼロじゃないですよね。過去ゼロだろって言わないでください。まあゼロじゃないですし、診察に木村の店頭イベントが近いと予想してる。ぜひぜひ木村巡りしたいんだよね。私も木村新鮮市場木村巡りやりたい。マジでオタ活しに行こう。木村ガールズのオタクしに行かなきゃ。ゆうなの NG は何だろう。 NG ないです。高いところも行けるし、怖いけどあのジェットコースターとか行けるし、お化け屋敷もあのロケで行ってくださいって言われたら行けるし、あでもあの本当のあの心霊系とかはちょっと怖いかも。あの本当に連れて帰っちゃうぞみたいな感じのところの、あの本当にガチで怖いのはちょっと怖いかも。 NG ないかも。海鮮とかいやでも海鮮は私が焼いて食べます。お魚の仕事、直に触るのと食べるのとどっちが厳しい。全然直に触れる。私魚は全然直で触れるもん。あれ CM のやつもあれ薄い手袋だけですから、普通に全然触れる。冷たくて離したいの方が強かった。ゆうなんはシースルー似合う。前髪のこと。サッチーも食べそうなイメージ。どうなんだろうね。どうなんだろう。木村の CM 見てないんだけど、ゆうなはハマチ持ったの。絶対見て絶対見て。岡山あんまハマずしない。そうなん。そうなんだ。でもスシローが多いかな岡山は。どうなんだろう。もともとはま寿司がめちゃくちゃ多いイメージないかも。はま寿司よく行ってた。
ガリね、ガリ好きな、いちごもガリ食べてたこの前。そう、サイドメニューが基準、お寿司は、お寿司屋さんは。そうです、私の基準、お寿司屋さんの基準はサイドメニュー、サイドメニューかっこデザートかっこサイドメニューかっこデザート。あのカタラーナが好き、スシローの。オムライスの卵プラスデミカツ丼が食べれるお店知ってるけど教えない。教えてほしい。私の好き、私の好きが詰まってる、どこだろう、教えてください。スポーツ系も NG ないか。スポーツとかはもう全力で やります。この前リネさんが岡山の木村に行った、見た、あの X のポスト見た。お母さんと木村ガールズの真似してた。そう、私が NG なのは推し編ですね。今私のことが好いてくれてるみんなの、みんなが他の子に行っちゃうことが一番 NG かな、私にとって。ユナンが NG な人間が逆に気になる。 NG な人間はいないかも。そうそう、おしましが NG。 久しぶり、覚えていますか。ありがとう、来てくれて嬉しい。ねえ、香川はね、岡山より店舗多いから。ユーナン右側の前髪が好き。ユーナンの右側の前髪が好き。ここのこと、どういうこと。あ、こっちの横のことってこと。確かに、ちょっとどういうこと。STU 来て山口は何回目？イモステレビで山口初めて行って STU に来て、で瀬戸内ツアーは山口で、私の研究生ツアー山口。で今日3回？もっとなんかでも行った気がするような、しないような。3回ぐらいか、3、4回。じゃあ3、4回ってことで3、4回ってことで。痛い系も NG じゃない？ NG かも。痛いのは、痛いってどういうこと？足つぼみたいな。ここだけの話楽しになりそうです。かっこいい。これ喜んでいいのこれ喜んでいいの？楽しでも嬉しいな。他の教えてる子を知ってるからちょっと残酷だけど嬉しい。なぜユーナンに魅了されたんだ。魅了し、もっと魅了し、違う、嬉しいです。カミリアケイさん、アイスありがとう。天使キさん、ありがとう、アイス。ヤマシンさん、アイスありがとう。 KHK さん、ありがとう。マックさん、ありがとう。あ、赤いたぬきさん結婚して無理。ありがとう、かわいいもん、ありがとう。鬼くんそうさん、ありがとう。リジンハレットさん、ありがとう。ゆうなさん、アイスありがとう。たかゆきさん、アイスありがとう。うまちゃん、アイスありがとう。まおさん、ありがとう、アイス。お顔がシトシトというか、大人っぽくなったというか、そのさ、5時5
5時で焦ってるけど、その5時ちょっとやめてくれる。やめてもらえる、その5時。お顔の尾がさ、うん、ありがとう、大人っぽくなった、ありがとうございます。推し、単推しを決めないといけないと思っているのですが、なかなか決められないですよね。そんなあの強制的にね決めることじゃないから大丈夫ですよ。イモスはエビ狩りスリッパ卓球、なんかでも結構多いですね、山口でお仕事。20日山形から広島へ STU 見に行く、ありがとうございます。正直今スタンスではないんですけど、ゆうな好き、嬉しい。そう、今日山口来てました、山口に行ってます、下関。山口ってさ、何のお土産が有名か教えて、あのかっこ月で拾った卵以外で、かっこ月で拾った卵はもう差し入れとかでもたくさん食べました。こんばんは、安野里さん、アイスありがとう。オノピーさん、アイスありがとう。ユナへのおすまし嬉しいよ。ヒロさん結婚して無理、ありがとう、無理。あ、ウイロー、河原そば、あ、河原そばはね、夏の瀬戸内さんの時にね、くるくるさんとリオさんとゆいかたんとさっちとりさことみーぽんだったっけ、7人で回ったんだよね、さあみんなで食べました、河原そば。そう、リコッチさんが、ね、そうそう作ってたやつ、トラフグせんべい、もっと調べてみよう。ういろう入り、ういろう入りのそれってこと。え、そう、フグ茶漬けは今日のお土産で見た、ちょっと 目が痛い、ちょっと待ってね。ういろうとは、あー、羊羹みたいなね、ういろうりって言ったらまたちょっと違くなるんか、なんかちょっと待って、目が痛い。ひのさん結婚して無理、ありがとう、無理。なっちゃんさんに聞いたら山口、なっちゃんさん確かに今日お話ししました。あと、なんトラフグせんべいか、売ってた。今日の石原ゆなさん素敵です、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。ねえ、そう、ナーミョンを思い出した、ウイロウリは、ナーミョンがねずっとウイロウリやって、ウイロウリやってる。スンダシェイク飲んだことない、何それ、スンダシェイクって何だ、おまんじゅうのシェイクみたいな、リチャ懐かしいよね。今日はさっちと話してて、もう三期は誰も辞めないでほしいって言って話してました、もうこれ以上辞めたらもう無理って言って話して、
STU のレッスンではウイロウリしない。さっき爪のベースコートを塗ったんだけどムラになって難しかった。すごいおしゃれやね。自分で塗ったの。あ、ウニ醤油、ウニ、あ、ちょっと NG があったかも私。いやそれな、3期生全員帰ってきてほしい。全員帰ってきてみんなで幽体離脱と金縛りのミュージックビデオを撮る。私の夢、ずんだ餅のずんだを使ったシェイク。ずんだ餅のずんだってあんこってことかな。どうなんだろう。ションちゃんアイスありがとう。24フルーツのアイスありがとう。安野凛さんありがとう。愛しさん、六吉さんアイスありがとう。アイス嬉しい。ちょっと待って、なんかあれ、アリリリ自由帳がないぞ。自由帳がないぞ。ショールームさんからですね。これずっと見せたかったんだよね。見せてなかったよ。あのキャンキャンルームに行かせていただいたときに、このクリアファイルとこのシールといるんじゃない、この中にも。このアバターの方がこれとかこういう自由帳みたいなスケッチブックみたいなのいただいたんですけど、こんなの使えないですよっていうことで、あ、いい意味でね。でもね、このシール1個使ったらもうなくなっちゃう。これそういただいたんです。でも使えない、記念に取っとく。で、ちょっと私の自由帳はどこに行ったんですか。なくなるはずがないんですよ。怖い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 。みんな、私の自由帳なくなっちゃった。あ、あった、普通にあった。メガネ探してたけどメガネをかけてあったみたいな感じです。え、そうなん、リエちゃんも回線苦手なんだ。知らなかった。それはジョー君アイスありがとう。カミリアケイさん、ションちゃんアイスありがとう。このじゃあこの後絶対アイドルやめないで歌ってもらおうかな。絶対アイドルや
シーツに書こうって。シーツに書きませんよ、重調がなかったからか。私アイス絶対上手に書けるんだよね、ちょっと見てて。アイス選手権一人でやるわ。マックさんアイスありがとう、花火さんアイスありがとう、スーカーアイスありがとう。あ、じゃあこのアイスにしよう。このアイスちょっと描きたいと思います。絶対私上手に描ける自信がある。チョコミントの色ってなかなかないよな。チョコミント色はなさそう。これアイスはね上手に描ける。でも時間をかけすぎたらちょっとあれなので、高速でどれだけ上手に描けるかっていう。いやそんなめちゃくちゃ上手ってわけじゃないけど、どうですか。チョコミントアイス、これはもうギフトそのままのやつ。ありがとう。ファインツアイスありがとう。マックさんアイスありがとう。チョコミントのやつ。24フレットさんありがとう。これ3つ書いたらもっとアイスっぽくなるかな。もちろん一筆書き。あ、ありがとう。マックさん、カメリアKさん。これこのままやん。これみんながみんなのに紛れそうや、これ。紛れとるんじゃないんこれ。ありがとう、嬉しい。紛れたよね今、さすがに完全一致。ありがとう、ユナの絵好き、嬉しい。え、でもこれちょっと紛れたくない、どう。大きさが確かに遠近法。え、待って、もうみんなありがとう。チョコミント、ブーちゃん、ウマちゃん、ヒラさん、マクさん、カメリアケイさん、カワさん、ヤスノリンさん、テンさん、ありがとう。ニジンフレッツさん、名前ゴーゴーさん、ありがとう。すごい、このアイスまみれになった。そう、アイス、じゃあちょっとリクエストください。それ1枚書いて紙に貼っといて、一生なんかあるみたいな、なんかある。クッキーの絵まだあるよ。てかさ、私今さ配布中のアバター見たんだけどさ、もうさ、もしかしてさ、このさ、クマちゃんのさアバターさ配布されてないかな。あの女の子のさ、あの制服着たアバターしか配布されてないかもしれんのんだけど、他の色のアイスも描くか。あ、確かに他の色のアイス描いちゃおう。え、だよね、今さ制服だけだよね配布されてるの。思った。パステルさんアイスありがとう。あ、じゃあ今日今これにしよう、いちごにしようと。え、だよね、アバターそうだよね絶対。今からじゃあ1分以内に書くね。1分以内に書くことが大事、時間をかけすぎない。
できました。このいちごのアイス、これあ、いやちょっと色が濃いな、ちょっと色が濃いくてちょっとダメ、ちょっとダメです。パステルさんありがとう。アイスザカバターは今提出してます。いつからだろうね、ちょっと厳しい、ちょっと厳しい、ね、あ、配信切り替えれるかな、ちょっと待って、ね、今日ちょっともし配信が切り替えれたら七並べやりたかったんだよね、ちょっとだけ、ちょっとだけね、無理か、無理な気がするんだよね。みんな、あ、七並べのさガチャガチャ引いた、私がサムネだったでしょあれみんな並べてくれてありがとうございますっていうのを伝えたかったんです。おー嬉しい、そうピックアップガチャでもさ、これ配信するこっちからできますかね、これちょっとやってみていい、できるか分からんけど、どうどう、どっちこれ、どっちだろう、こっちですか、こっちですか、変わってない？こっち？切り替わってない？できないのこっちじゃ。つら、なんで？変わらない。もう一緒室並べできない。どうしたらいい？ピエン、じゃあまた今度の機会でじゃあまたこっちの、もともとこっちの配信端末から配信しとこうかな。だから皆さんぜひガチャガチャ回してユーナで並べてください。またやろうねみんなで、今月絶対やるから。ピエンこうやってパオン、もうパオンです。誕生日にユーナのカードを受け取って月末に推しガチャ引く作戦。いやでもちゃんと私のカードをゲットしようとしてくれてるゼロマイ界隈の方たち、ぜひ。今日はまでって決めてないんです。あと10分ぐらいで終わろうかな。じゃあ10分ぐらいしたら終わりたいと思います。40分ぐらい、そう一回そうみんなあの七並べやってくれてありがとう、嬉しいです、感謝が止まらない。マクさん健康して無理、ありがとう、無理。カミリア系さんアイスありがとう。カズヤマハさんありがとう、アイス。パステルさんアイスありがとう。サインチさんありがとう。今日はじゃあ今日のお話しよう、今日の下関のお話しよう。あとは今日久しぶりに山口県に行ったんですけど、1年ぶりぐらいだって、去年のエビ狩り大会で行って、真夏のめちゃくちゃ暑い中行って、めちゃくちゃ日焼けした思い出、あと夏の瀬戸内ツアー、研究生のツアーで行って瓦そばを食べたのが思い出で、ホテルも泊まったんだよね。そう、あとで今日で
でも下関市は初めて行った。下関市でもさっき下関市が一番栄えてるって言ってた気がする。ピックアップユーナンの出るところやったらお嬢の UR が出た。ピックアップされてるよね。だからそう出やすいんかなって思った。お仕事直前にしてることが多いんでしょ。今日の山口は何日前かした。でも今日のやつは結構前からレッスンがあったから知ってた。結構前にレッスンやって本番だったから、逆に結構前のレッスンだったから心配だった逆にね。下関では何も食べてないです。食べて帰りました。コンビニで買ったね。死ならビューナーの称号が早く欲しい。当たったらもらえるやつ。山口市より下関の方が大きい町なんだ。そうなんだ。県庁所在地、県庁所在地、確かにそうなんだ。で、あ、瀬戸内さん名刺配りもしましたね。懐かしい、懐かしいよ、懐かしいよ。カスミンがレッスン場に来てた。そう来てたね前。何踊ったか。花は誰のものと、花誰と、ちゃんちゃちゃん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 、春夏秋冬と、出航と、息をする心と、夢力。でもユーナンって作ってくださってる内輪はあった。ヒータンとかもあったし、みんな分あったかな。ペンライトとかサイリウムとか結構用意してくださった。だからびっくりした。出航の6人バージョンは初めてやった。あと息をする心の6人バージョンも初めてやったかな。暑いからアイス食べたいけん、私のルームでアイスたくさん味わってください。みんながアイスが並んでるよこの辺に。マサイさんアイスありがとう。嬉しい、ユーナンのひつ鍋並べてくれるの嬉しいよ。花だれはやったことある。お台場でやりました。お台場の時6人バージョンは初めて。一般の人は入れてない気がする。確かに。もしこの世界から故郷が消えた。あ、みんなはさ何が好きなの？この瀬戸利の中だったら。みんなは何が好き？この瀬戸利、セットリストだったらみんなは何が好きなの？この世界から東京が消えた、話すことなんかなくなるのに、おえー、みんなバラバラだ。いやバラバラじゃない、花だれと春夏秋冬が交互に来てる。春夏秋冬多い、花だれも春夏秋冬が多いな。花だれが多い気がする。見た目よき嬉しい、ありがとう。
ユナのパフォーマンスが見たい。ユナのパフォーマンスがキンキンで見れるのは20日の、あ、チョコミントだ、パク、ありがとう藤翔さん。え、今日当たり出てない、当たりにするから当たり、ありがとう藤翔さん。パクパクパク、当たりの、なんでだろう、ありがとう。春夏秋冬、あ、皆さんのおかげで21時まで上がれました、チョコミント。いい曲だよね春夏秋冬。20日と25日の舞台かな、舞台公演。ユナン地元で見たい、ユナンいろんなところ行きたいな、全部好き、そういう人、確かに。ソロライブできるぐらいビッグになりたいと思います、ソロライブしてって岩手も行きたいな、大阪も行きたいな、でも東京も行きたい、いっぱいあります。す、あ、久しぶりにスクショタイムしちゃおう。アイステロップ消します、ちょっと一旦。あと3分で団長読んで終わりたいと思います。熊本もまた行きたいな。ヤンピーさんアイスありがとう、佐田吉さんありがとう、アイス、フグ、フグの真似ピース、ハート、終わりです。この前まで、この前っていうかちょっと前までスクショタイムしてくださいっていうコメントが結構あったけど、最近やりませんって断ってるからなくなったのかな。花だれドラマミュージックビデオ定期的に泣きたいとき見てる。え、感動するよね、好き、私もミュージックビデオ。どこ当たっても許せるわこのフグ。ユナ好きだわ、嬉しい、ありがとう。卒業公演、岡山ドーム、岡山ドーム、でも晴れのは立てたの嬉しかったな、千秋楽で。ハート、こうやってやったらみんなこうやって合成していいよあ、ということで40分になったので壇上読んで終わりたいと思います。彼女とハートなのやばい。13位ユニバースさんありがとうございます。12位草刈り木さんありがとうございます。11位サインチさんありがとうございます。10位ユーラさんありがとうございます。9位ヒロさんありがとうございます。8位マク、あと
そういえば今日誕生日、お誕生日なの、おめでとう。マックさんありがとう、おめでとう、誕生日ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう、おめでとうございます。7位あおさん、ありがとうございます。6位偏西風さん、ありがとうございます。5位安野さん、ありがとうございます。4位六吉さん、ありがとうございます。3位くもは、ありがとうございます。2位藤翔さん、ありがとうございます。そして1位はカミリアケイさん、ありがとう、たくさんアイスありがとうございました。ではでは終わりたいと思います。皆さんおやすみなさい。おやすみなんゆうなん、ありがとうございました。山口県楽しかったです。あ、ゆうなんの誕生日まであと20日だって。こっちかな、どっち。20日ってゆうなんの誕生日まであと20。バイバーイ。